ここ数年、中国の交通管理部門は、派手な罰金を乱発する問題が報じられ、世論から厳しい批判を浴びています。一方、地方政府の役人は、その原因はお金が不足しているからだと明言しました。中国メディアの報道によると、江南省安陽市の複数のトラック運転手が、自分たちのトラックを売り払って、この仕事を辞めたいと考えているといいます。 その理由は、運賃が安いだけでなく、罰金があまりにもひどいからです。その中の一人は、彼が受け取った罰金通知書の分厚い束を示しました。彼のトラックは2年間でなんと58回も罰金を課され、27万5000元以上も支払わされました。この運転手は、このままではとてもやりようがないと述べました。報道によれば、 安陽市内公圏の交通運輸法執行部門が道路に設置された電子自動監視重量装置に何かしらの不正をしているようです時には車両が明らかに積載制限を超えていないのに電子自動計量では超過表示がされてしまいさらに計量表示画面の前には他の表示板が設置されトラックドライバーはそれを見落としやすくなっています このような現象について、内閣県の交通運輸法執行部門の責任者である、張院平氏は記者に対し、3年間のコロナ禍を経て、各地元政府の財政が困窮しています。法執行は、微粛しなければならないと述べました。ノルマがあるかという質問に対して、張氏は、もちろんあると答えました。中国の交通管理部門は、交通違反罰金を通じて、 収益をを上げることにより多くの批判を受けています2022年7月から中国の各都市は2021年の予算執行状況を公表しました。その中で111の地球市が罰則収入のデータを公表しました。111の地球市のうち2021年に80の都市は罰則収入が増加しその割合は72%を超えました。 また、15の都市は罰則収入が前年比で100%以上増加しました。2021年、沈太郎の罰則収入は43.77億元に達し、111の都市の中でトップであり、紀州省同人市の年間税収に相当します。2020年と比較して、沈太郎の罰則収入は127%増加しました。 Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.